三井記念美術館は、東京都中央区日本橋室町にある、旧財閥三井家の伝来品を、収蔵展示するために設立された、私立美術館である。1985年、東京都中野区上高田に、三井文庫別館として開館し、2005年10月8日より、旧三井鉱山の入居していた東京都中央区、日本橋室町の三井本館7階に移転し、 三井記念美術館と解消した。運営は、公益財団法人、三井文庫。旧財閥三井家が所蔵する、膨大な社会経済資料の保存のため、1965年、三井グループ各社の資金提供によって、財団法人、三井文庫が設立された。その後1985年に至り、三井家に伝来する貴重な文化財を散逸させず、 保存公開するための施設として、三井文庫別館が開設された。三井家は本家にあたる、僧侶家を含め十一夜に分かれているが、三井記念美術館には、主にホッケ、新町家、室町家伝来の文化財が収蔵されている。ホッケ伝来品は、三井文庫別館開設時に十一代当主、旧男爵の三井八郎衛門から寄贈されたものである。 丸山王居が三井家のために描いた、摂生図、国宝二件を含む、刀剣類、藤原定家の日記の一部である、熊野美由紀、金剛右京家伝来の能面類などが著名である。新町家伝来品は、同家十大当主、九段尺の三井光水から寄贈されたもので、仮想母から出土した母子としては、日本最古の年を持つ、船塩五母子が著名である。 室町家伝来品は1993年に寄贈されたもので、日本製の陶磁器としては、数少ない国宝の一つである、篠の茶碗、ウハナガキが著名である。他に、三井新重家当主、三井貢献の収集に係る、中国古拓本の超高理学コレクション、南家当主、三井茅野の収集に係る、世界有数の有志コレクションも収蔵されている。 丸山王居折衝図国法重要文化財受落大図屏部その他重要文化財旧金剛宗家伝来能面54面の明細大きな不動孫次郎ひそみ作白色大きな黒色大きな黒色大きな症状症状石大安市稲城大部市小部市見朝礼部市見騎馬部市大飛びで小飛びで死守口ひそみ黒髭 天神開始三日月痩せ男作平太中将、若男同時活食活食公表孫次郎象女放来女尺味泥岩十寸神痩せ女老女バー山唄山唄半夜蛇舞安子赤登場三光安子三光安子明学城女、ェシ,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 シミワル城三日月中将、正常 過激よ東京都中央区日本橋室町二の一の一三井本館7階、肝臓品の概要三井美術館平成18年6月9日、文部科学省国時代79校2008年に、既指定の重要文化財の能面4件を統合し、これに重要美術品40面、未指定品10面を追加指定し、旧婚号奏家店内能面54面の名称で、 改めて重要文化財に指定された平成26年8月21日文部科学省。国時代106号平成15年5月29日文部科学省。国時代103号平成28年8月17日文部科学省。国時代116号平成28年8月17日文部科学省。 国時代116号平成26年8月21日文部科学省国時代107号ありがとうございます。